隠れようできないのよね。こんにちは、ねねちゃんよ。みんなあのつむつむの得点ってどうやって出してるのかしら。知ってる人いたら教えてね。ねねちゃん、あ、ガラピコ、うわ、また持ってきた。大得意の100均ね。その通りです、ガラピコ大得意の100均商品です。楽しいペーパークラフト組み立て手作りショップでございますよ。今まではパン屋さんとバーガーショップ作ってきたんです。覚えてますか？覚えてます。本日は洋食屋さんを作りますよ。もう選ばせてくれないんだ。そうです、ガラピコは洋食屋さんを作りたいんです。作ってみますよ。ねねちゃん、ねねちゃん、完成しましたよ。いませんね。はよねよ、ガラピコ、どうしたんだ？あ、バイキンマン、ねねちゃん見ませんでした？ねねちゃんが見なかったぞ。そうですか。どうしたんだ？実はガラピコ、これ作ったんです。あ、またいつものやつ。100均のただただ組み立てるだけのやつだろ。ひどいですね。これだって立派な作品ですよ。あ、わかったわかった。バイキンマン、どこに行った？あ、アンパンマンだ。逃げろー。バイキンマン、ああ、バイキンマンも行ってしまいました。ガラピコ、一人ぼっちです。一人ぼっちで洋食屋さんのことリポートしてもつまらなそうですね。どうしましょう。僕、アンパンマン。アンパンマン、どうしたんですか？今、バイキンマンいなかった？バイキンマンですか？あっちに行きましたけど。わかった、ちょっと待ってください。そのままバイキンマンを追いかけて、ガラピコ、ここで一人にするつもりですか？どうしたの？ねねちゃんもいないし、バイキンマンもいないし、アンパンマンまで行ってしまったら、ガラピコはどうすればいいんですか？ごめん、僕、パトロール行ってきます。ひどいですね。仕方ありません。ガラピコがリポートいたします。洋食屋さんをご案内いたします。とってもおしゃれですね。さて、覗いてみましょうか。看板には、おいしい手作り洋食屋と書いてありますね。ウェルカム。歓迎されるのはとても嬉しいことです。ここに注目。オープンと書いてあります。営業しておりますね。よかったよかった。では、中を覗いてみましょう。扉を開くと、中の様子が見えますね。中にはテーブル席があります。少し手前にはメニューがあるように見えますね。今日のランチはミートソースパスタだそうです。こんな感じです。やっぱり寂しいですね。ガラピコ、何よ今のリポート。何よってどういうことですか？全然面白くないよ。っていうかねねちゃん、どこ行ってたんですか？うんちしてた。うんちですか？出ました。うん、出た。よかったですね。うんちすっきり。うんちすっきりじゃなくて、そうそうそう、これ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 ね。テーブル席がありますとかなんとかって言われたって全然わかんないじゃないよね。だって仕方ないじゃないですか。扉を開けてもあまり見えないんですから。そういう時はえこうするのよ。また解体しましたね。でもまあ確かにこの方がよく見えますね。でしょ？中がとっても見渡せます。これでなんだかすっきりしましたね。顔近すぎじゃない？ねえねちゃんだって。ガラピコだって。ねえねちゃん。ガラピコ。ねえねちゃん。ガラピコ。ねえねちゃん。ガラピコ。ねえねちゃんってなんで私が言ってるの？アップドアップというわけで、今日は洋食屋さんを作ってみました。ガラピコがやったんですけど。いいじゃない、今回は3つ目だから最後はケーキ屋さんね。そうですね。そのうちケーキ屋さんも作るからアップしたらまた見てね。どういうことですか？勝手にそんなこと言って。どうせ作るじゃない。まあそうですけど。それでは皆さん、さようなら。なんか不満そうね。まあいいわ、じゃあね、バイバイ。ちょっとガラピコが。ねねちゃんが。ガラピコが。ねねちゃんが。ガラピコが。最後まで見てくれてありがとうございます。このかわいいかぼたさんのマークを押してチャンネル登録をお願いします。あ、こっちの動画も面白そうよ。見てねー。